こんにちは、ライブラリーカフェ全然の阿部です。大変お待たせいたしました。全然再開します。土曜日16日からの再開スタートをいたします。この間ですね、自分でもやっぱり味わったことのない、1ヶ月の休み、店の休みということになりました。自分の人生の中でもですね、こんなにある部分ですね、自分好き時間が自由に使えるような1ヶ月の期間なんていうのはもちろん初めての経験でした。まあゆっくりできたということがあるのか、ないしはこれほどですね、夢中になって、いろんなことを考え、次のものというのに向かって、学んだり、ないしはそのいろいろなものの作り上げをしたりということもなかったように思います。これからですね、まあ、ちょっと2点3点しましてね、茨城県のその解除の部分が思ったよりも、まあ、早くなったり遅くなったりというようなことからですね、ちょっと戸惑ったんですが、土曜日からのスタートです。で今度の全然、お約束をしていました通りですね、そうですね、大きくニュー全然、全然全というのにこう変えようと思っていろんなことを考えてきまして、大体頭の中ではですね、ほぼ出来上がりました。頭の中では大体出来上がったんですが、お店自体をそこに持っていくのにはどうしてもそのステップがありまして、またまだちょっと時間がかかります。で一つずつ、段階を追ってこうそこに、向かって進んでいきたいと思います。まずはじめに今回オープンにつきましてはですね、モーニングを始めます。朝9時の開店で、モーニングを行います。で当面の間はですね、お昼の営業といいますか、営業自体は夕方の4時までという時間にさせていただきます。ここが一番の大きな変更というのが今回のファーストチェンジということになります。1本目の矢ですね。まあ、どれだけ喜んでいただけるモーニングができるか、まだまだちょっと正直なところ自信ないんですが、いいものにしていきますので、どうぞ朝のお時間いらっしゃることが自由にいらっしゃれるようでしたらですね、ちょっと覗いてみてください。それがまず、最初の、ステップです。それとそうだ、合わせてですね、今のこの期間、このコロナのタイミングの部分ですので、ご来店いただくお客様をお一人様、それとお二人様にちょっと限らせていただいて、3名様以上のお客様については事前にご予約を頂戴するということにさせていただきます。それでお席を、うまい形でお席をですね、お作りできるというような部分でご用意をさせていただくということで、ポッといらしていただくのはお一人様、お二人様ということでがお入りいただくというのに限定をさせていただきます。どうぞご了承いただきたいと思います。今回いらしていただいて、なんだ大して変わってないじゃないかというふうに思われるという思います。まだ1本目ですので、モーニングのところですので、ね、ただこれからどんどんこう出していきますので、そうですね、半年ぐらいに経ってですね、いらしてたお客様にはですね、あれこれが全然というふうに驚いていただけるぐらいの大きなこうちょっと変化になってると思います。どうかお楽しみにしてください。それとちょっとですね、今回、プレゼントをご用意しました。いらして今回の、そのいらしていただいた、ね、モーニングということじゃなくて再会でいらしていただいたお客様で、この動画なりを見てですね、見てきた、プレゼントの見てきたよっておっしゃっていただけるお客様に、ご用意いたしました。数にちょっと限りがありますので、なくなるまでという、なくなったらおしまいということで、100ぐらいあるんですけれども、それのご案内します。お見せしないで、お楽しみにした方がいいのかとも思ったんですけども、ちょっと自信作でもありますので、お見せしちゃいますね。しおり、本のしおりなんです。その本のしおりなんですが、前回休んでる期間中に、ビビリ女子の世界一周一人旅という写真展を行いました。これオンラインで、まあ、一般のお客様入れない中で行いましたんですが、その彼女岡崎ゆいちゃんに作ってもらった、しおりです。とってもおしゃれなしおりなんです。こういう半透明のものなんですね。これできっとよく見えないと思いますので、今 この辺にこうちょっとお出ししますね。見えやすいようにお出しします。これを4種類ございます。これを一つずつ、お声かけていただいた方にプレゼントをしたいと思いますので、ぜひ
見たよということでですね、プレゼントちょうだいって言ってください。はい、このYouTube の動画チャンネル、全然チャンネルの方でですね、またできるだけいろんなご案内をさせていただくのとともに、こういうプレゼントもできるだけ面白いものをこうできるようにしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。それではですね、やっとお会いできます、やっとお会いできますので、お約束通りスタッフ一同ですね、満面の笑みでですね、いらっしゃいませとお迎えしたいと思います。それではお待ちしてます。